Love Brightness Soul 小林まどか言霊インタビュー。言霊インタビュー、小林まどかです。自然写真家高砂淳二さんの後編をお届けします。この後編は図らずもホーポノポノについて深く伺いました。高砂さんは本を通してでなく、実際に現地の方からホーポノポノの真髄を学ばれたそうで、その考えは私たち人間が一人一人忘れてはならない大事な在り方だと感じました。環境問題をはじめ、今地球を取り巻く環境がかつてとは変わってきていますが、母なる地球のためにできることを高砂さんは写真を通して伝えてくださっているのだと改めて感動しながら伺っていました。それでは最後までお楽しみください。言霊インタビュー、自然写真家高砂淳二さんをお迎えしての後編です。高砂さん、よろしくお願いいたします。前編の頭でちょっと触れたこの私たちインタビューしている場所っていうのが、全面こうガラス張りのお部屋でして、はい、で、まあ、サンルームのようになっていて、うん、ちょうど今雨も降ってきて、そうですね。ちょっとこの天井のね、ガラスにぶつかる雨の音がまた、はい、ハワイのお話を伺いながらだったので、はい、なんかものすごいこう地球を感じられるような中にいて気持ちいいなと思って、お話を伺ってたんですけれど、はい、ね。大雨だと面白いですよ、また。水槽の中で話してるみたいな。雨の音、そうですよね。はい、もう四方囲まれますもんね、ん雨にね。でも、前編で、伺ってるその高砂さんの人生のこう流れを考えてみると、本当にこう導かれて必要なところに自分が連れて行かれて、ハワイっていうのもものすごいご自身にとったら大事な場所ですよね。そうですね。まあある意味どれも大事だったんだと思うんですけどね。ハワイは特にそういうターニングポイントみたいになりましたね。ねえ、はい。高砂さん、写真集でホーポノポノを組み合わせた、作品っていうのも出されていますけれども、はい、前編で伺った、例えばその人間の生きる役割って何だっていうのを教えてくださった方っていうのは、そのホーポノポノみたいなものも教えてくださったりしたんですか？そうですね。彼もホーポノポノもいろんなところで話をしたりね、教えたり、セミナーもやっている人なので、ここの子のことも教えてくれましたし。あ、そうですか、はい。あとはね、別の国連の依頼でいろんな国に行って、ほぼのほのの話をしている、ある意味、ほぼのほのが始まった直系のね、人がいる、いたんですよ。その人にもね、いろいろとそういうのを教わりましたね。はい。それぞれの人から聞くと、いろんな、まあ、捉え方が、あったりとかね、するみたいなんですけど。私たち、日本でそれこそ流行った、ホーポノポノは、ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛していますっていう言葉を、こう繰り返すと、潜在意識がクリーニングされるっていうようなことが大きなベースになってますけれども、そればかりでもないんですか？そうですね。その話をね、現地ですると、みんな、最初の頃はね、全然そうなのし、そんなの聞いたことないみたいな反応が多くて。そうなんですか、でも最近は、やっぱり日本のね、人とかがそういう読んで、ほぼのほぼの教えてって、こういうんでしょって言うと、あ、日本ではそういう本が出てんだっていうのを分かってきて、あ、日本ではこういうふうに捉えてるんだよね、みたいなふうに、だんだん皆さん認識されているみたいなんですけど。となると、本当にその現地の、捉え方っていうのは、そもそもどういう感じのものなんですか？そうですね。例えばその最初に、僕にいろんなハワイのことを教えてくれた人だと、まずはそのホーポノポノっていう言葉自体は、ポノっていうのが正しいっていう状態なんですよ。はい。で、ポノポノっていうともっと正しいって強調する。で、ホーっていうのがつくと、まあそういう状態にするとかっていう意味合いになって、はい、そのまあ常に自分がその、正しいと思うその感じを大事にして生きるっていう。例えば道にゴミが落ちてるのを見て、心のどっかで、ああ、拾った方がいいなと思っても、それを無視して歩きそうになっちゃったら、それはちゃんとその、ああ、いやいや、ポノに生きなきゃっていうことで拾うとか、そういう自分の中でポノと感じることを中心に生きる。ダメだと思ったらちゃんと謝るとか、人がね、何かやっても、
いつまでもそれを怒ってないですよ。手放して許さなくちゃとか。あ、うん、で、ちゃんと愛情伝えようとかね。そういうふうに、ポノに生きるっていう状態をいつも保つのが、ホーポノだっていう。ああ、じゃあそこから、ね、あの4つの言葉っていうのは出てきてるんですかね。そうですね。多分ね、原点はね、原点としてはね、やっぱりその、アロハ、愛と、あとはリスペクトとか、あとはその、感謝することとかね、許すことっていうのがね、はい、基本になってるんですよ。はい、で、もともと、その、まあ、その、いろんな、国連から依頼であちこちに行って教えてる人なんかも、僕も何日間か教わったんですけど、一番やっぱり基本っていうのが、その4つの言葉で、で、それを言うっていうよりは、その、いつもその、心にそれを止めて、自分の周りとのその、付き合い方を、それをベースにして行うっていう。例えば、自分と相手、人間であっても、まずは愛情とかリスペクトとか、感謝っていうのをね、こう、持って、その、付き合ったら、そもそも喧嘩とかにはなかなかならないですよね。そうですね。でも人間ってついつい、そういうところがね、惰性になってしまったり、そうそうそう、あの、身近になればなるほど、はい、近しくなればなるほど、はい、暴言入っちゃったりね。ね、はい、それが人間なんですよね。そう、でもそれが人間だから、そうやっちゃったら、ちゃんと、ごめんなさいって謝る。しかも、あ、悪かったと思ったら、素直に謝る。で、相手もやっぱりそういう人間だから、表現入っちゃったりするし、それを言われたらちゃんと許す。それで手放すっていうのがね、大事だって。で、ね、本当に許すっていうことをね、大事にしてて、これはモロカイ島のね、家系、光の部族みたいなのがあったんですって。光の部族？はい。いろんな部族がまああったわけですけどね、昔から。それで光の部族っていうのがあって、で、僕にその、ホーポノポノのことを教えてくれた人も、その家系なんだっていうことなんですけども、光の部族に伝わってきた、その話っていうのもあって、光のボールって話なんですよね。で、人はもともと生まれた時に、光いっぱいのボールを持って生まれると、その気になれば、鳥と一緒に空飛んだり、サメと一緒に泳いだり、何でもできるんだよと。でも、そこにその、嫉妬とか妬みとか、いろんなことが起こってくると、そのボールに一個一個石ころを入れてるみたいになっちゃうから、光らなくなっちゃうと。そうすると空も飛べなくなったり、サメと泳いだりできなくなる。だけど、どうすればいいか。そのボールをひっくり返せばいいんだ。そうするとまた輝き出すんだよって。それをだから手放しなさい。なんか許せないことも許して。で、謝れなかったことも謝って、それでちゃんと手放して、ひっくり返すと。そうすればまた光るよっていう、ね、そういう、ある意味単純なんですけど、的をついてる。単純だけど、それが本当に難しいことだったりしますよね。そうですね。だけど、難しい難しいって言ってると、ボールをひっくり返せないけど、なんだ、ボールひっくり返せばいいんだっていうことなわけですよ。ねえ、結構その、こだわっちゃったり、例えば嫉妬したりの、羨ましさとかね、あるじゃないですか、人間の心って。そうですね。そうすると、いつまでもこだわってるのって、もしかしたら自分だけで、そうそうそう。しがみついて、それを手放さないのは自分なのかもしれないですよね。結局自我なんですよね。ね、自我をね、ちゃんと手放していってっていうのはいかに大事か。許すっていうのをね、すごい大事にしてるんですけど。そうですか。で、まあそういう部族っていうのもいて、そういう話があるほどね、やっぱり許すっていうのを大事にしたり、あとは、まあアロハにしても、もう二言目にはハワイアンは、アロハアロハっていうでしょ。それだけその愛を大事に生きようぜっていう感じなんですよね。だそれをベースに人と人っていう関係も構築したり、あとはその自分と自然、自分と地球とか、自分と生き物とかね。まあ当然といえば当然ですけど、食べ物もらってる地球に対しても感謝と愛情とね、リスペクトと。そういうのがあればね、やっぱり絶対環境なんて壊れないじゃないですか。本当にそうですよね。で、そういう意識で人間がみんないたら、戦争だってなくなるし、そうなんです。もうちょっとミクロの単位でいけば、夫婦喧嘩だってなくなるし、そうですね。まあ、喧嘩はしてもね、しても、でも、やっぱりどこかそのリスペクトっていうものとか、許しとかって、愛とかって、どこにでも大事なベースですよね。で、必ずその違いっていうのは、いろんなまあ、性別の違い、肌の色の違い、いろんな違いっていうのは、わざわざ、
与えられていて、それを超えるのが大事なんだよって言うんですね。だからその意識して違いを超えようともするし、許しそうともするし、そういう意識が大事と。で、そうやってそのポノの状態をいろんな身の回りのものと作り上げるっていうのが、まあ、ホーポノポノだっていう。素晴らしいですね。すごいでしょ。うん、でも日本もね、うん、あの、八百万の神様の国じゃないですか、ええ。どんなものにも命が宿ってるって神様がいるっていう、ええ、ある意味通じますよね。うん、いや、すごく似てるんですよね。リスペクトがあって、はい、そこに感謝や、また愛があってっていうね。はい。しかも、あの、みそぎとかっていうのはかなりね、許すことと似てるんですよね。やっぱりなんかそういう自分の自我みたいのを、みそいで、これでそのね、なんか、クリアにしてって、頭を空っぽの状態にしていく感じって言いますかね。その自分の自我だったり、いろんな固執してるのを手放して、許せないのも許すとかね、結構ね、突き詰めていくと似ている感じで、これで、ほおぽのぽのっていうのも、やっぱりその、どんどん削いでって、手放してって、炎の状態っていうのをイコール、そのまんま、要するに上と繋がってるような、はい、空っぽみたいな、はい、空っぽだけどいっぱいみたいな感じにするんですけど、それとみそぎって結構やっぱ近いかなって感じよね。で、日本語でもあの、バカの神戸に神宿るだったかな。なんかそんなようなことわざみたいなのがあるらしいんですけど、それとも結構近いなっていうね。なんかやっぱり基本は似てるんだなっていうのをいろんなところでね、感じますね。はい、じゃあ高砂さん、そうやってホーポノポノも結構この後半でこんなにね、ホーポノポノのお話を伺えるとも思わなかったんですけれど、ポノの状態にするっていうものをこう学んで、理解して、で、そこから写真家としてのあり方っていうのは、どういう部分で変わってきましたか？ホーポノポノを意識してからは、うわぁ、美しいね、とか、ありがとう、とか、なんか、やっぱ気持ち込めますから、そういうの全然なかったんで、全然やっぱりその、なんていうか、そういうものとして見て撮るようになったから、やっぱり、アプローチの仕方も変わるし、まあ気持ちも全然変わるし、そういうのが変わってくると、やっぱし相手の出方ももちろん変わるし。変わりますか？変わりますね、やっぱりね。どんな感じにこう、返してくれるんですか？例えばまあ、生き物だとしたら、まずこっちがその、そういう愛情とかね、リスペクトする気持ちがあれば、まず物理的にもアプローチの仕方が優しくなるじゃないですか。うん。とか、あとはもっとこう、どんな生活をしてて、ここがテリトリーだろうから、こっから入ったらやっぱ嫌だろうなとか、よく顔見てると、ちょっと嫌そうだなとか、はい、うん、もしくは好奇心持ってるなとか、そういうのも分かってくるしね。やっぱりもっとこう繋がってくるんですよね。うん、だからその繋がってくるとやっぱりもっと分かってくるし、そのうちある意味こうなんか自然ともなんとなく繋がってきて、一心同体的な感じになってくると、いろんなこともやっぱ変化するのもあってくるし、で、うわ、すげえ、これプレゼントだみたいなことも、まあ、起こったりね、もしますしね。なんか、まあ、僕の中では全然変わったなって感じはありますね。そうですか。うん、じゃあ、その転機となった2000年の、あの、ハワイへの旅行っていうのが大きなその分岐点ですか、今振り返ると。そうですね、そうですね。そうですね。だからまあ、ナイトレインボーが、ハワイでは大きなその変化のね、前触れだって言って聞いてたんで、後になってみると、あの時から変わったわ、確かにっていう。そうなんですね。感じですね。ついつい人間ってこの地球上だとなんか傲慢になっちゃったり、でも圧倒的に自然の方が強いですし、うん、そうですね。ね、はい、そんな今いろいろ科学でいろんなものってできますけれど、やっぱりそこは自然に対する動植物に対する、なんか、畏怖の念とか、リスペクトっていうのは必要ですよね、はい。それはどんな人にとっても必要になりますよね。だって僕らが食べてるものとか飲んでるものとか、もう本当、嗜好品に至るまで全部が自然のものなんですよね。ですよね。本当にね、それなくちゃ生きられないし、栄養だって、ビタミン剤って何だっつったって、そもそもまあね、植物に入っててとか、ね、それを取ってるわけですよね。そうですよね。だから、本当はその、なんていうかな、全部そうやって繋がって生きてて、ありがとうしかないような
関係なわけじゃないですか。ですね。でね、今、本当にいろんなニュースなんかでも言われていることですけども、もう海洋資源がこんな少なくなってるとか、クジラだってその捕鯨しちゃいいとか悪いとかっていう論争でも、うん、まあ欧米からの圧力は、ミンククジラが何頭しかいないとか、いう話だけど、はいはい、じゃあオーケーはそのままね、資源として食っていいのかって、その、そういうんでもないだろう。ですよね。資源じゃないでしょ、そもそも。そうですよね。やっぱりみんな一個一個、イワシだって、命がね、一個一個入ってて。はいはい、で、その中に、それぞれの、まあ、人生っていうか、があって、でも役目があって、この世の中のつながりがあるから、僕らはそれをいただいて、生かしてもらってるのに、資源だ、資源だっていうのはどうかっていうのはね、よくいろんなところで言いますけど。ああ、ほんとおっしゃる通りですよね。だ大地だって、道具でも材料でもないんですよね。その農薬だって、ね、どん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 巻きますけど、それもそのまま大地をね、本当に元気なくしちゃうし、うん、雨降ればそれが海入って、とかね、そんな風になるし、まあ本当に、限りないいろんなそんなことが、ありますよね。最近は特にね、僕、海の水とか、水っていうのを意識していろんなことをやってますけど、水も本当に、例えばプラスチックゴミの話もね、話せば長くなりますけど、本当にマイクロプラスチックって小さいプラスチックになって、でもその海の中からは消えないんですよね、ずっとあって。まあ、もしくはそのマイクロプラスチックっていうのは小さくなるだけじゃなくて、最初から小さいものを人間が作って、それでその洗顔のスクラブとかいろんなのに入れてね、そのまんま、その処理場を素通りして海とか入っていくわけですよ。でもそういうその石油で作ったものっていうのは、いろんなその毒素を吸着していく性質があって、で、それをね、もうほんと小さいのはプランクトンとかが食べるんですね。へー。で、そのプランクトンをイワシとか食べて、はい、結局マグロが食べて僕らが食べるんでしょ。はい、戻ってきますよね。全部ね、そういう毒素も僕らが食ってることになるんですよ。そういう意味でも全部繋がってるし、だそもそもリスペクトもないし、そういうことに気がついて、なんかそのね、そのまあ、ものの作ることとか、大地に対する何か巻くこととか、いろんなことをやっぱ気をつけなくちゃっていうのはね、最近気づくし。そうですね。そうですね。はい、有限ですもんね。有限ですからね。はい、なんかそういうふうにね、だん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 、意識がいっちゃってっていう。あ、まあでも、その、ハワイでの、うん、ナイトレインボーの、以前の作品でも、高砂さんの作品っていうのは、すごいこう、はい、優しいなっていう、私は印象があるんですけれども、はい、でも、特にその、そういうふうな考えを持って、こういうふうに写真と向き合われてるんだって思いながら見ると、やっぱりそこ、どうしてこんなに優しいのかっていうのが腑に落ちますね。ああ、そうかもわかんないですね。基本、もともとやっぱりね、なんか海もその優しさをすごく好きだったりね。はい、生き物でもまあいろんな面があると思うんですけど、僕が撮りたいのはやっぱりその、猛獣でも何か食らいついてるシーンよりは、なんか子供とね、こう幸せそうにしてるのとか、ああいろんな面があるから ね、 そうですね。その人によってやっぱりその狙う面っていうのは違ってきて、僕が狙いたいのはやっぱりそういうなんか愛情感じる面だったりね、うんうん、そういうのなので、やっぱりそれ作品集とかにしてみると、あ、高砂さんのってこういう感じね、みたいな。そうですよね。出ますよね。そうですよね。はい、じゃあ高砂さんのこれまでのこう写真家としてのキャリアの中で、はい、この撮影現場はもう忘れられないんだっていう時ってありますか？はい、そうですね。まあ、今までいろいろあるんですけど、もちろんナイトレインボーだったり、その後ナイトレインボーをやってからいろんな場所行って虹まで探しまくって、世界中回ったんですけど、はい、まあでも苦労話もいろいろあるけど、そんな中で一番最近なんですけどね、カナダに行ったんですね。撮影で一月弱行ってきましたけど、で、その行った中の一つで、セントローレンス湾っていう湾があって、その湾のところに、毎年2月ぐらいになるとね、グリーンランドから氷が、流氷がこう降りてくるんですよ。はい、で、それに乗って、そのアザラシの大人たちも一緒に降りてきて、で、セントローレンス湾の沖合に来た時に、ちょうど2月の末で、
一斉にね、その氷の上で赤ちゃんを産むんですね。へぇ、で、それをもうね、15年前とか20年前に2回ぐらいかな、もう撮影に行ってたんですよ。はい。で、どういうふうな撮影かっていうと、陸地からヘリコプターで、海の上に浮かんでる、要するにしっかりとした氷にヘリで乗ってね、それでそこでその、撮影をして、で、また帰ってくるっていう感じでやるんですね。だけど、ここ10年ぐらいは、まあ、僕が行かなくなってしばらくはね、もう氷がちゃんとしたのが来なくって、結局温暖化でね、来ても薄かったり小さかったりして、なかなかこのヘリコプターが降りられないのがもう10年ぐらい続いてたんですね。でね、たまたままあ今年カナダに行くことになって、それで色を調べてたら、今年はしっかりしたその流氷が来そうだということで、あ、じゃあ行ってみようって、久しぶりにね、行ったんですね。はい、そしたら、やっぱり、ちゃんとした氷が来ていて、で、1月が今年寒かったんですよ。はい、世界中で、すごく寒波だったじゃないですか。そうでしたね。で、氷がしっかりあって、まあ、そういうヘリコプターで行く、そのツアーもね、再興されて、よかったんですね。だけど僕が、まあ、そこに1週間ぐらいかな、いて、後半になってきたら、どんどんね、気温が上がってきて、はい、最初行った頃はマイナス15とか、そもそもでも20年ぐらい前とか行った時はね、マイナス20度以下だったんですよ。ああ、じゃあそれだけ気温が上がってきてるんですね。で、僕がまあ今回帰ろうと思った頃にはプラスの2、3度ぐらいまで上がって、氷がどんどん溶けてきてたんですね。まあカナダのね、なんか政府かなんかがやってるサイトで、カナダにある流氷の状況を見れるサイトがあって、見たんですね。そしたらもう僕が去ってからちょっとして、そこの氷が全部割れちゃって、これでね、なくなっちゃったらしいんですよ。で、まだ、その時点で、アザラシの赤ちゃんは生まれてから4週間は咲いて氷がないと、自活できるようにならないんですよ。途中でなくなっちゃった感じなので、赤ん坊は多分ほとんど死んじゃっただろうって、いうことなんですよね。だからもうそれまですんごい生まれたばっかしの真っ白な、赤ん坊を撮って、ビデオも撮って、うわ、可愛いねって言ってたものたちが、要するにほとんどね、それで死んじゃったんだなと思ってね、もうね、すごいショックだったんですけど、まあ、それだけ結局、温暖化だ、温暖化だって言われてるのが、例えば東京とかだとね、まだわからないんですけども、それぐらい流氷が来るとかっていうようなところだと、変化がものすごく大きくて、うん、そうですね。で、ホッキョクグマもね、苦労してるのは有名ですけど、そうですね、そういうアザラシも、本当にその、一年を通して自分たちの生活のサイクルは、氷に要するに依存してたり、ね、その、自然のサイクルに依存してるので、全くそれがダメになっちゃって、生きていけないとかね、っていうのがあるんですよね。だそれはね、一番キンキンでもあり、ものすごくショックだったことですね。肌で感じたらば、これは地球なんとかしなきゃって思いますけど、うん、実感がなかなか伴わないですから、でもそんなこと聞いたら本当に地球をみんなで大事にしていかなきゃダメだっていうふうに思いますよね。いや、本当ね、今年国際サンゴ少年っていう年なんですね。で、それもいろいろ関わって今やってますけど、まあ、僕もいろんなところでね、サンゴ見てきて、はい、やっぱりもう本当にね、白化現象っていうのがあちこちで起こって、で、起こったところの多くは全部死滅して、で、やっと復活してもまた死滅してみたいなことでね、ここ20年ぐらいで世界のサンゴの何割かはやっぱりなくなっちゃって。それは水温が上がりすぎてしまってですか？そうですね、やっぱり水温が上がりすぎてるんですね。っていうのもね、あるし、今までこんな綺麗なところで撮影してたのに、これもないんだっていうのをあちこちで見てるし、あと逆に、立山とか、あとは伊豆半島とかね、いろんなところ、あんまりサンゴがなかったところでサンゴが増えてきて、っていうのもあるんですよ。これもまあ、怖い話というか。そうですよね。なんか、一説にはその地球の地軸自体がちょっと傾いたりするから、今まで寒いところで、例えばそうやってどんどん雪が溶けたり、逆に砂漠に雪が降ったりとか、なんか地球全体もなんかその、この場所はこういう気候っていうのではなくなりつつあるみたいなのも聞いたりしますけれど、そうですね。なんかそういうのは言われてますよね。でも本当嘘じゃないかもねって、思いますね。で、
よく行ってたハワイの、その僕の転機になった、はい、人に会った場所の前がビーチなんですけどね、はい、そこに結構な大木がいっぱい立ってたんですけど、それから何年かして行ったら、海水面が多分上昇したかなんかでね、えぐられて、その大木が3本ぐらい倒れちゃっていたんですよ。だまあ、本当にいろんなところにその海水面の問題だったり、サンゴ礁の本当に死滅だったり、いろんなことがね、来てますね。じゃあ、本当にこの後半でのお話っていうのは、はい、ホーポノポノからそれからその地球環境っていうこともたくさん伺ったんですけれど、高砂さんの人生のミッションも伺いたいんですけれども、はい、そうですね、まあ写真はね本当に好きで撮ってきたので基本的には好きに撮るんですけどもね、だけどやっぱり自分がいろんな場所に行ってその地球の変化を目の当たりにしちゃうので、はい、やっぱりそういうのはその見たものとして目撃者として伝えたいなとも思うし、人はね、いろんな生き物たち、兄弟たちがそのバランスをとってうまくやっていくのを見る役目がある、それからアロハを学ぶ役目があるっていうところをやっぱり意識して、人はちゃんとそこら辺やっちゃったのもね、その知恵を悪い方に使いすぎちゃってここまで来ちゃったのも人だけど、でも直せるのも人なのでね、それを意識してちゃんとなんか愛情で地球とか見たり生き物を見るとね、やっぱりみんなそういうふうな目で見たらやっぱりそれ以上悪くできないじゃないです か、だからそういうのも分かってもらえるような写真も撮りたいし、もっとこう愛情を感じられる、あんまりひどいなんかものを撮ってこんなひどいんだよっていうふうなのを見てもらうというよりは、やっぱなんかその愛情を感じるものを見てもらって、それで、あ、愛情感じるよね、大事にしたいねっていう方向で、なんか行きたいなと思ってるので、そういう写真をね、いろんな面、地球のいろんな面を撮っていきたいと思ってますけどね。実際に高砂さんのその写真を直に見たい、もちろん写真集もたくさんあるんですが、そういう例えば展示会みたいなものっていうのは、情報は、高砂さんのホームページを見れば分かるようになるんですか？そうですね。ホームページか、Facebook か、Google プラスか、その辺にはアップしますから、はい、見てもらえれば、はい、はい、と思いますね。ぜひ、そのアロハを感じる、優しい、こう、本当にすべて星空にしても、はい、海にしても、イルカにしてもですけれど、はい、一つ一つに本当私は高砂さんの優しさ、ご自身の、心の優しさをすごい感じるので、多くの方にまた見ていただきたいなというふうに思います。 あ、はい、ありがとうございます。ということで本当に約10年ぶりぐらいの再会だったんですが、はい、そうですね、はい、貴重なお時間、そしてよくね海外にも行かれたりしてるので、この日本にいるタイミングでということで、どうもありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。